DJ マビック3の業務用ドローン、DJ マビック3エンタープライズシリーズが出ました。はい、どうも、サラクールです。今日は2022年9月28日水曜日になります。今日の話題はこちらですね。今 DJ マビック3の、コンシューマー用のね、ドローンを持ってきてるんですが、昨日のですね、夜10時に DJ マビック3エンタープライズシリーズ、こちらの方が発表されて発売されました。今回ですね、そちらの話をしていきたいと思います。でですね、今持ってきてですね、DJ マビック3のコンシューマードローンと比べて何が変わったかというところをですね、少し話していきたいと思います。いろいろとですね、変わってはいるんですけども、まあ特徴的なところをですね、かいつまんで話していきたいと思っております。あとですね、DJ マビック3エンタープライズシリーズが出たことによって、新たにですね、ちょっと DJ マビック3の改良版に関してですね、まあこちらはツイッターの方でディズドローンという方がちょっとツイートしてきてる内容があるんですけども、こちらですね、おまけとしてシェアしたいと思います。ではですね、早速なんですけども、DJI のホームページで DJI マビック3エンタープライズシリーズ版の方をね、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらがですね、DJI マビック3エンタープライズシリーズということで、昨日ですね、午後10時に発表されたものになります。で、こちらはですね、シリーズとして、マビック 3E とマビック 3T ということで、マビック3エンタープライズとマビック3サーバル、こちらのですね、2機種が出ました。でですね、今回ですね、このですね、2機種が出てきまして、まずですね、DJ マビック 3E ということで、カメラがですね、ここはね、変わっております。で、まずですね、DJ マビック 3E の方から言うと、広角カメラ、マイクロフォーサーズ3分の4型 CMOS センサーで、20メガピクセル。でですね、注目したい点は、今回ね、メカニカルシャッター、こちらが乗ってきております。こちらに関しては、コンシューマーの DJ マビック3に関しては、電子シャッターので、今回はメカニカルシャッター、こちらが乗ってきております。あと、加えてですね、望遠カメラということで、35ミリ版換算で162ミリ。で、ピクセルがですね、12メガピクセル。でですね、ここもですね、注目したい点なんですけども、ハイブリッドズーム、これがですね、56倍ということになっております。なので、このですね、DJ マビック3E の場合は、メカニカルシャッターという部分と、56倍ハイブリッドズーム。ここがですね、ポイントになるかなと思っております。で、続いてですね、こちら、DJ マビック3T の方は、こちらですね、こういう風なですね、カメラが乗ってきてまして、こちらですね、広角カメラの方は、焦点距離、35ミリ換算で、24ミリ、で、48メガピクセルのカメラが乗ってきて、で、望遠カメラの方、こちらの方はですね、焦点距離35ミリ換算で162ミリ。こちらも同じくですね、DJ マビック3E と同じように、56倍のね、ハイブリッドズームが、使えるようになってます。で、加えてですね、こちらですね、サーマルということなので、サーマルカメラが乗ってきております。こちらですね、視野角は61度で、焦点距離がですね、35ミリ版換算で40ミリ。で、解像度が 640×512 のですね、サーマルカメラが乗ってきてるということになっております。ということですね、今回ですね、この2機種がね、出てきたということになります。でですね、今回はメカニカルシャッターを備えたということで、測量とかをですね、より迅速に行えることができるようになります。こちらですね、モーションブラー現象とかの発生をですね、このメカニカルシャッターの場合は防ぐことができますので、優れた効率性ですね、マッピング作業をですね、完了することがね、できるということになっております。あとですね、低照度環境での性能というものをですね、改善されているみたいです。3.3 ミクロの大きなピクセルサイズをね、持っているということなので、低照度の写真モードでも綺麗に写真を仕上げるということができるみたいです。で、ズームですね。先ほど言った望遠レンズが56倍のハイブリッドズームをね、使うことができますので、遠くからでも重要な情報をですね、見逃すことがないということになっております。で、こちらがですね、マビック3T の方なんですけど、こちらね、サーマルカメラということで、見えない情報を可視化するということになってます。解像ですね、先ほど言った 640×512 ピクセルで、こういうふうなですね、ものを映し出すことができるということになっております。あと、マビック3T の方は、2画面のですね、連動ズームということもできるみたいです。2画面連動の倍率28倍までの連続ズームに対応して2画面を簡単に比較できるというようなものもですね、ついてるということみたいです。あとですね、バッテリーに関してはこれですね、45分ということで、これはですね、コンシューマードローンより1分
分ぐらいちょっと短くはなってるんですけど、まあ十分ですね、飛ばせるような時間になっております。映像伝送技術に関しては、こちらですね、コンシューマードローンの方はですね、O3 プラスだったんですけども、今回こちらですね、O3 エンタープライズ伝送ということで、どのぐらいの性能差があるかっていうところはわからないんですけども、まあ改善してきているということみたいです。で、全方向障害物検知。こちらに関してはですね、Mavic 3で使ったものがですね、搭載されてということになってみたいです。あとはですね、Advanced RTH で自動的にですね、ホームポイントまでですね、帰ってこれると。ここもですね、コンシューマー用のですね、Mavic 3とね、変わらない点かなと思っております。あとですね、APS 5.0。ここもですね、同じかなと思ってます。あと、アクセサリー類なんですけども、今回ついてくるものがですね、DJRC Pro Enterprise というものがついてきてるみたいです。まあ、こちらですね、DJRC Pro とですね、何が違うかというか、ちょっとね、わかりづらいんですけども、まあ、こういう風なですね、エンタープライズ版向けのですね、DJRC Pro がついてきてくるということみたいです。こちらに関しては今のところですね、単体ではないというふうに書かれておりました。でですね、他にはですね、覚醒スピーカーとか RTK モジュールとか DRTK2 モバイルステーションというものがあるみたいです。あとですね、対応ソフトウェアに関しては DJI Pilot 2というものと、あと DJI Flight Hub 2、あと DJI Terra、あと DJI 熱分析ツール 3.0 と、こういうものがね、使えるようになっているみたいです。あとですね、ユーザーデータの安全性というものもあって、こちらはですね、やっぱ業務で使うので、より安全なデータ管理が、ね、できるということがですね、謳われております。で、加えてですね、開発者向けのエコシステムということで、一つがですね、PSDK と呼ばれているですね、ソフトウェア開発キットと、あとですね、モバイル SDK ですね、MSDK と呼ばれるこちらがですね、使えるようになりますよということなので、まあ、こちらが使えるということはですね、まあ、サードパーティー製のアプリというものもですね、まずはエンタープライズ版に関してはですね、まあ、いろいろ出てくると思われます。あと、クラウド API ということがですね、こういうふうなですね、いろいろとなシステムまで使えるということになっております。でですね、こちらのですね、DJI Mavic 3のエンタープライズに関しましては、まあ、こちらですね、業務用ドローンなので、直売はね、しておりません。こちらですね、DJI の正規販売代理店からですね、注文できるということになってますので、価格とかはですね、こちらの先生駅販売代理店の方でですね、一目料を取っていただくということになります。はい、あとですね、ちょっとね、スペックの方もですね、軽く見ていきたいと思うんですけども、まず重さですね。こちらに関しては、コンシューマー向けのドローンがですね、890g っていうことだったので、それよりかですね、若干ね、重いものになっております。あとはほとんどですね、基本的には性能的なね、一緒になってるかなと思っております。まあ先ほど言った通りですね、飛行時間に関してはコンシューマー向けのものに比べてちょっと1分ぐらいね、短くなっております。ホバリング時間もですね、コンシューマー向け40分に対してですね、2分ぐらいなので、ほとんどね、変わらない時間飛ぶのかなと思っております。あとですね、カメラに関してはここのところですね、Mavic 3E の方にはですね、メカニカルシャッターということで、2000分の1秒から8秒まで撮るものができますということになってます。で、望遠カメラの方、デジタルズームに関しては8倍でですね、ハイブリッドズームとしては56倍までね、撮れるということがですね、かなりポイントになるかなと思ってます。加えて、Mavic 3T の方に関してはサーマルカメラが乗ってきております。まあ、サーマルカメラのですね、素子というものがこういうふうにですね、マイクロボロメーターがついてるということになってます。で、画素ピッチがですね、12ミクロということで、先ほど言ったですね、視野角で撮れるような形になってます。絞りはですね、F1.0 みたいです。こちらはですね、サーバルカメラの方もですね、デジタルズームはですね、28倍までですね、撮れるということでですね、対応してみたいです。で、赤外線波長はですね、8から14ミクロ、この辺のですね、赤外線波長をですね、拾うことができるということみたいです。はい、ということでですね、ここまでがですね、こちらのですね、2機種ということで、今回出てきた、ね、DJI Mavic 3E とですね、DJI Mavic 3T ということで、もう一回繰り返しますけども、DJI Mavic 3E の場合はですね、メカニカシャルシャッターがね、ついたというところはね、結構大きいかなと思ってます。Mavic 3T の方はですね、サーマルカメラが乗ってきてますよ、ということで、まあ、こちらのですね、2つのですね、カメラがね、乗ってきたということで、これがですね、かなりポイントなのかなと思ってます。あとは、ここのね、上のところにもですね、いろいろなですね、アクセサリーをですね、付けることができますので、業務に合わせてですね、アクセサリーを付け替えられるということにもなっております。はい、ここまでがですね、DJI Mavic 3 Enterprise シリーズの話になります。あとですね、ちょっとね、おまけとして、今回出てきた DJI Mavic 3 Enterprise シリーズに関して、まあ、Twitter の方でディズローンがですね、こちらですね、ちょっとコンシューマー向けのドローンになるんですけども、ちょっと気になったツイートがありましたので、簡単にですけども、紹介したいと思います。はい、こちらがですね、ディズローンがツイートしてきた内容になります。DJI はドローンの名前を Mavic 3S にして、メカニカルシャッターや56倍ハイブリッドズームなどを搭載する予定だと思います。
ということで、まあ、先ほどですね、写真が出てきましたけども、今回ですね、エンタープライズ向けのものでですね、こちらメカニカルシャッターですね、あとハイブリッドズームというものがですね、今回こちらのですね、DJI Mavic 3E の方で載ってきました。そのことに合わせてですね、今回こちらの方、DJI Mavic 3S に関しては、これですね、かなり以前の動画でですね、Mavic 3の改良版としてカメラをですね、改良された形で出てくるということがですね、噂されております。で、その名前がですね、DJI Mavic 3S と言われているものなんですけども、どうやらそこにですね、メカニカルシャッターとか56倍ハイブリッドズームがね、搭載されるんじゃないかというふうなことをですね、噂されております。で、こちらですね、ディズードローンっていう方はですね、結構ね、DJI の有名リーカーの方なので、DJI のスケジュールとかもかなり正確に当ててきてる方なので、これは無視できないツイート内容なのかなと思っております。はい、ということで以上となります。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、昨日の午後10時に発表されました DJI Mavic 3 Enterprise シリーズとしてですね、DJI Mavic 3E とですね、DJI Mavic 3T が出てきました。で、今回ですね、こちらのコンシューマー用のドローンでですね、ちょっとお見せしたいと思うんですが、こちらですね、メインカメラの方、こちらですね、コンシューマードローンの方は電子シャッターしか搭載されてません。で、今回はメカニカルシャッターが DJI Mavic 3E の方に乗ってきております。で、さらにですね、望遠レンズに関しても56倍のハイブリッドズームがね、できるということなので、まあ、かなりですね、まあ、優秀なカメラをね、乗せてきてるかなと思ってます。で、このカメラを乗せてもですね、DJI Mavic 3のですね、ドローンの飛行性能はですね、ほとんどですね、変わることなくですね、今回出てきましたので、まあ、かなりですね、エンタープライズ向けとしてですね、面白そうなね、ドローンがね、出てきたということになります。今ですね、DJI Mavic 2のエンタープライズ版持ってる方に関しては、このですね、DJI Mavic 3のエンタープライズに関して、ちょっとですね、まあ、考慮してもね、いいのかなと思っております。こちらですね、Mavic 3、私の方はですね、コンシューマードローンの方を使ってるんですけども、かなりですね、ここに関しては安定性は抜群です。Mavic 2に比べても、こちらの方がね、圧倒的に安定して飛ばすことができますので、まあ、こちらをですね、まあ、エンタープライズはね、考えてもね、よろしいかなと思っております。あと、加えてですね、まあ、ディーズードローンの方がちょっと気になった内容で、まあ、DJI Mavic 3S として、こちらですね、コンシューマードローンの DJI Mavic 3のですね、改良版がね、出てくるんじゃないかと。で、その時にはメカニカルシャッターと、あと56倍ハイブリッドズーム、こちらの方がね、出てくるんじゃないかというふうなですね、ちょっとね、気になるツイートも出てきましたので、そちらの話の方もこれからもですね、ちょっとウォッチね、していきたいと思っております。はい、ということでですね、今日の話題はね、以上となります。このチャンネルはこのような話とか、あとドローンのノウハウ、あと新製品のレビューとかをしてたりします。あと最近ね、私の方でチャンネルのメンバーシップの方開設しました。とりあえず応援したいというコースと、あとですね、質問したい&ノウハウ動画優先的見たいということで2コースを用意しております。まあ、こちらに関しては、私のですね、チャンネルのトップのところにメンバーになるという部分がありますので、まあ、そちらから入っていただいて、メンバーシップに参加していただけるとね、とてもありがたいです。最近ではですね、ドローン操縦ライセンスに関するですね、学科試験のところで教則が出てますので、そちらの方のですね、解説動画を上げ始めました。ぜひですね、チャンネルメンバーシップになっていただいて、まあ、こちらですね、まずは月額690の方で先行配信してますけども、ぜひ入っていただけばね、ありがたいかなと思っております。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。以上、サラケでした。さよなら。バイバイ。